先に行っとくぞ。待ってプルコ、少し様子を見てから。なんだ、まさかそんなわけが。今だミカさん。来てくれたんだな。エレン、お願い帰ってきて。エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの？もう取り返しがつかない。ミカサ、まだ終わってない。そんなはずはない。うなじを完全に吹き飛ばした。俺もうなじを念入りに潰した。だが奴は死んでない。そうか、潜水の巨人、硬質化で何でも器用に作っちまうってわけか。分かってきたぞ。いくらうなじを潰しても死なねえわけだ。ミカサ、奴の注意を引いてくれ。うまくいけば潜水の巨人を食える。違和感の正体が分かった。潜水の巨人が現れた時に感じた違和感だ。こいつは足元から体ができていった。うなじからではなく、ステージ中央の地面からだ。潜水の本体は、食われる。この瞬間を待っていた。始祖を奪還する。なんだ、髪切れ。今のこいつが、まさか、アッカム！ここはまずい！アカム！俺は巨人だぞ！人間の姿のまま、俺を殺す気か。これがパラディ島の悪魔。